全体に均等に。チャキチャキこんにちは、表参道フラティスト、あやまるです。今回は意外と知らないトリートメントの正しい使い方を説明していきます。トリートメントだけじゃなくてコンディショナーやリンスだったりも注意点や使い方は同じです。この動画を見てくださってる皆さんも普段トリートメントやリンスやコンディショナーつけていると思うんですけど、正しい使い方自信持ってできているって言えますか？お客様からもどのタイミングでどれだけの量をどういう風につけていいかいまいちよくわからないっていうお声よくいただきます。意外と知ってるようで知らないですよね。ただただ適当にバーッとつけてやっていても本来の効果は得られません。むしろ間違ったつけ方をしていると逆に髪の調子を悪くしてしまったり、場合によっては抜け毛や薄毛の原因にもなってしまいます。なので今回は正しいトリートメントのつけ方、そして注意点なども説明していきます。この動画を見るだけでトリートメントのつけ方マスターできちゃうので、ぜひ皆さん参考にしてください。では早速説明していきます。まずトリートメントやコンディショナーをつけるタイミングなんですけど、順番として湯洗いをします、シャンプーをします、そしてトリートメント。これは大丈夫ですよね。で早速ポイントなのが、トリートメントをつける前、シャンプーの洗い流しがないかしっかり確認してください。これはなんでかっていうと、シャンプーの洗浄成分が残っているとトリートメントをしても効果が薄くなってしまいます。シャンプーの洗浄成分って皆さんが思ってるよりも残ることが多いんです。なのですすいでる時ももうちゃんとすすげたかなって思っても、さらにそっからプラスで多めに洗い流してください。目安としてはシャンプーにかけた時間かける3倍の時間を使ってすすぎをするといいです。はい、今シャンプーをしてきました。シャンプーした後は髪の水分を軽く取ってください。目安としては髪の毛を軽く握った時にちょっと水気が出るかなぐらいがちょうどいいです。シャンプーをしてそのまますぐトリートメントをつける人も多いと思うんですけど、この水分を取るっていう工程はすごく大事です。これもさっきと同様で、髪に水分が残っているとトリートメントがまた水分で薄まってしまって効果が薄れてしまいます。タオルで拭くまではいかないんですけど、こうやって握って水気を軽く取ってからトリートメントをつけるようにしましょう。でこの水気を取るときは強く握ったり強くひねったり、力強くやってしまうと逆に髪の毛が傷んでしまう原因になるので、軽く握って優しく水分を取るようにしてください。はい、ここまでできたら次はコーミングです。このコーミングをするっていう手順、抜けている方多いんじゃないですか？やっぱりどうしてもシャンプーだったりすすぎをすると髪の毛は絡まります。その絡まったとこにトリートメントをつけてもムラができてしまう原因になります。なので必ずこういった目の洗いコームを使って髪を溶かしてください。髪が濡れている時ってキューティクルが開いていてとっても傷つきやすいです。なのでこういった目の細かいコームで髪を溶かしてしまうと髪のダメージにつながります。なのでこういった目の洗いコームを用意してください。こういったコームって後でトリートメントをなじませる時にも使うので、お風呂場に1個置いてあるとすっごい便利です。コーミングをする時は優しく優しく、絡まりやすいので下から順番に順番に通すようにしてください。一気に上からガッと通さないでくださいね。はい、ここまでできたらトリートメントをつけていきます。このトリートメントの量も皆さん気になりますよね。私ぐらいの長さだと目安としては500円玉1枚分です。私よりも長ければ500円玉プラスもう少し多めに、私より短ければ500円玉1枚分よりも少なめに使うようにしてください。はい、トリートメントを手に取ったら手のひらに全体になじませます。そしたら中間から毛先に向かって指を通すようになじませていきます。でこの時根元はつけないようにしてください。表面と内側、そして後ろ側の内側をつけたい時はこう髪の毛を半分に割ってこういう感じでトリートメントをつけてあげると後ろ部分の内側にも綺麗になじませることができます。後ろのね、見えないところって難しいですよね。ですけどこう半分にね割って内側の髪の毛を出すようにトリートメントをつけてあげるとしっかり全体になじませることができます。はい、これで今手で全体になじませました。はい、そうしたらまたこちらの登場です。目の洗いフォームでもう一度溶かしていきます。
手ぐしでは限界があるので、こういったコームでもう一度均等に溶かしてあげることによって全体に均等にトリートメントをなじませることができます。こういったコームがあるとすごく便利です。でどうしてもないよっていう方は、なるべくなるべく手ぐしで均等に均等になじませれるように丁寧に丁寧に手ぐしを通してください。でもやっぱりこういったコームの方が髪の毛一本一本に均等になじませることができるので、トリートメントの効果も得られます。でこのコーミングにもコツがあって、あんまりね根元の方までギュッと差し込んでこう反らしてこうやってコーミングをしてしまうと、逆にトリートメントを削いでしまうので、なるべく頭皮に垂直に刺してそのまままっすぐ下ろすようにしてください。この根元の方じゃなくて、この刃先を使ってコーミングをするようにしてください。はい、これで今均等に全体にトリートメントが塗布できました。そしたら軽く揉み込んであげて、中に中に浸透させていきます。こうやって揉み込んで内部に浸透させるのも結構変わります。すごく効果的です。でもこの時に力強くギュッてやらないでくださいね。優しく優しく、もう中に浸透してくれって思いながら、こう軽く握ってあげると本当に浸透します。はい、ここまでできたら少し時間を置いていきます。この時間はメーカーさんによっても色々なんですけど、だいたい5分から10分が目安になります。でこの置いている時間に皆さん体洗ったりお湯に浸かったりすると思うんですけど、その時は必ずねこの毛先は上でまとめるようにしてください。このね垂れた状態のまま体を洗ってしまうと、ボディーソープの洗浄成分がまたこのトリートメントを削ぎ落としてしまうので、こういったピンがあるとすごく便利です。トリートメントがついた髪の毛をちょっと上でピュッと留めてあげれば、これだけでトリートメントが他の部分に触れることはありません。もしこういうピンがないっていう方だったら、まあ、ゴムとかで緩めのお団子で結んであげるのもいいかなと思います。ここでトリートメントの効果をもっと高めるやり方として、蒸しタオルで包んでおくとより浸透率が上がります。シャワーのお湯だいたい40から42度ぐらいでタオルを濡らして軽く絞って、この状態のまま包んであげる。その状態で時間を置けば、蒸しタオルの熱でもっともっと内部にトリートメントが浸透して効果が高まりやすいです。そうすればその蒸しタオルをしている間に体洗えるし、お湯にも浸かれるし、浸透もするし、一石二鳥ですよね。で時間になったら、だいたい5分から10分程度お時間を置いたら、すすぎをしていきます。すすぎのやり方としては、ゴシゴシゴシっていうよりも、頭をちょっと後ろに傾けて、上からこうシャワーを当てて、頭皮からシャワーを流して、中間から毛先に向かって、手ぐしを通すように流してあげてください。で、この時もどれくらいすすいでいいのかっていうところなんですけど、シャンプーみたいにしっかり流さないけど、ちょっとしっかりめに流すぐらいがちょうどいいと思います。トリートメントが残ったままだとベタつきの原因だったり、この背中のね肌荒れの原因にもなってしまうので、すすぎ残しがないように丁寧に行ってください。はい、以上が正しいトリートメントのつけ方と注意点になります。意外と適当にやってたとか、私が今紹介した手順抜けてたなって思った人も多いと思います。これを今日1日だけじゃなくて毎回つけるたびに気をつけてください。今日の動画が参考になった方はいいねチャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるので、コメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。